ケメン2ウソちょだ阿部ちゃんということで本日は明太ご飯1キロ早食い対決炭水化物界の王様同士米と麺でございます。はい、今回はシンプル1キロを早く食べきった方が勝ちです。オッケー。おーでリーダーが米、阿部氏が麺。麺です。俺はもうチャーハンです。米界で一番俺は大好きなチャーハン。私はつけ麺でございます。おつけ麺図のつけ麺ですね。そうでございます。で麺が1キロあります。飲み物ありですからね、はい、で先に飲み込んだ方が勝ちでございます。了解。これはねあまりにもシンプルすぎるゆえ負けた方はマジでかっこ悪い。そうよな。かっこ悪いやな。だってもうつけ麺図の中での一番遅いやつが決まるってことでしょ。そうですね。鈍足男がサイドベが決まります。サイドベが決まるな。まあでもこれ買った方は実質つけ麺図で2位ってことだ。そうだね。早食いのに俺に挑む権利を与えます。挑みたくない。絶対負ける。もう準備はいいでしょうか。 OK。 いつでも。じゃあいきますよ。はい。明太米1キロ対決1位についてよーいスタート。いただきます。じゃあ始まりました。おー、おいしい。出だしはやっぱ2人とも順調ですね。やっぱね1キロっていうのはね見た目以上にきついですからね。そうよ、意外とあんのよね。つけ麺図の腹の容量は 1.5 キロと決まっております。そんな無理かもしれない。あーでもやっぱいいね。つけ麺は一緒に飲み物もついてくるようなもんですからね。そう、飲み込みやすい。うん、チャーハンは油があるし、まあ、具材もあるから飽きは来ないと。うん、まあ、パサつきはあってんな。うん、こっちの中でね、さあ頑張れ、ガチ対決ですよ。ドベは嫌ですね。ドベはかっこ悪いぞ。半分ずつの量にしてセットにしてくれたいですね。おお、でも阿部氏も結構なくなってきてるね。リーダーも3分の1いくぐらい食いましたね。結構早いなリーダー、意外と。うん、本気だから今回は。あ、でもリーダーの方が、まあ、パッと見減ってるような気はします。なんか早いって思う。うん、もう覚醒してる。リーダー後半ちょっと止まるか。うちではってちょうど俺の胃袋収まるんだ。すごいな。頑張れ頑張れ。おー、阿部氏もやっぱ1回に取る量がまだ多いですね。阿部氏はそうそう。いや頑張れリーダー。阿部氏も頑張れ。あー、でも阿部氏もね追いついてきたよ。3分の1は減ったな俺。うん、あー頑張れ頑張れ。こういう勝負が一番俺燃えるわ。このなんていうか戦力が拮抗してる戦い。あなるほどね。いやもうしょうちゃんとの戦いの時は半分諦めてるから、やっぱこういう戦いはやっぱいつも以上に力出る。ああ、ショックですわちょっと。いやいや、今後俺とリーダーの対決はもうありえません。いや、もうないです。ルールだけやったらな。あれ真っ向勝負の勝負だったら絶対勝てないから。おおおお、でもね、阿部氏は減ってきてるよ。阿部氏はペースが落ちてない。チャーハンは食べやすいけど後半無理な気がする。でもリーダー心なしか前半より金髪になってきた気がしますよ。すいません。おー、いいねいいねいいね、どっちもいいよ。阿部氏もう3分の2食った。やば、食った食った。やば、もう少し。うわ、やば。頑張れ、ガチですよ、ガチですよ。でもちょっとお腹いっぱいになってきたな、やっぱ。おお、やばいよ、リーダー、阿部氏すごいよ。うん、テープ張ってるぞ、リーダー。なんでリーダーいつも炭酸水買ってくるんですか。炭酸でお腹いっぱいになるんじゃない。でも阿部氏さっきからあんまり水飲んでないんですよ、やっぱスープがあるから。スープ飲んでるから、俺。俺あと少しやぞ、ほら、これ。あ、すごい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 。頑張れ、頑張れ、どっちも頑張れ。やっぱりね、阿部氏はつけ麺図のつけ麺を背負ってる。リラは、なんだ、チャーハンズですか。チャーハンズ。チャーハンズ。いい勝負、いい勝負。あ、やばい、意外といい勝負だな。めちゃくちゃいい勝負。あ、頑張れ、頑張れ。詰め込め、詰め込め。阿部氏ももう一つかみぐらい。リーダーも書き込めるぐらいですね。もう俺少し。待って。もし俺もう入れちゃうわ。おー、いいね、いいね、いいね、いいよ。はい、麺からです。おっしゃ、頑張れ、2人とも頑張れ。お、勝負がつくか。こっちは勝てる。いけいけいけ、勝てるぞ。お、いけ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 、どっちもいけ、どっちもいけ。飲み込んだも勝ち。はい、飲み込んだ。終了。
ということで、明太米、安倍氏の勝ち。ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でございました。はい、ということでリーダーがもうじゃあつけ麺図の鈍足男を。そうですね、サイドベです。サイドベよな、マジで。でこれさ、いつまでこの俺がもうつけ麺図のドベは。いやもう引退まで。引退まで死ぬまでってこと。ちょっと待って、これリベンジさせて。いや、じゃあまたやりましょうよ。もうだってこの引退まで俺がもうサイドベは嫌やから、うん、ちょっと経ってからもう一回再戦ね。そうですね、鍛えてきてくださいリーダー。もう OK。 でもう王者に挑むっていう形でいいでしょうね。もうそれは俺が防衛戦でもう、まあな、そうやな、2位王者。2位王者なんで今度再戦。そうそうそう、そもそも2位争いってかっこ悪いですね。そもそもな。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイ。チャーハンね、昔ガッシュベルのなぞなぞ博士が旗刺すと100倍美味しくなるって言ってた。え、なんでもないっす。